はいどうも、ジャックポットです。今回はね、アナログボックスキングダムのメイン試合を話してもらいます。ということで、リングアナをちょっと頼まれてて、ターボ応援来てくれてるから、今回ターボにリングアナをいきなりやらすドッキリ。今ちょっとキーボードとかターボとかがそこで喋ってるんで、ちょっとそこでもう言うてるも始まるから、いきなりちょっと発表したいと思います。いきなりもうこれもう決まってるから、ターボの枠で作ってもらってるから、あいつはもう何にも知らんと、もう今日は応援しに来てる。はい、YouTube とか。はい、ということで、今日はちょっと僕の試合に応援に来てもらいました。はい、頑張って、関さん。頑張って、負けないで、応援してるから。もう言うても試合が始まるんですけど、はい、まあ、今回、まあ、キーボードにリングアナをちょっと頼んで、はい、ただ、はい、ちょっと言い忘れたことがあります。ターボにもリングアナやってもらいます。キーボーから前日に聞いて、リングアナがあるんやったら、じゃあ俺も応援する。言うだよ、それほど言うだけ。企画なくなったもん。違う、そんなつもりないね。いや、つもりないけど、ごめん、ボソって言った。ギャラも出る。ギャラ出るんだったら一つ。で、俺、ちょっと待って、今日、朝、そのリーチマイルドさんと会ってん、俺の対戦相手、会ってんけど、真理とまさか戦うなんか思わへんかったから、目合って、あ、頑張ってくださいって言って言ってさっき真理に聞いたら、誰と戦うんって聞いたら、リーチマイルドさんとか言うから、俺めっちゃ嫌味なやつ。確かに、頑張ってくださいってこうやって言ってもらって、やばいやつやん。ただちょっと見てほしいけど、見てこの格好、リングアナすると思ってきてんねん。そういうことだね。見たら違和感やろ。パリってしてんなと思ってた。一番気合い入ってんじゃん。真理応援しに来たんじゃないから、リングアナしに来た。だって俺の応援の時おらんから。なんでおらん。ブラックコーヒーで眠たさ紛らわすみたいな。あ、ちなみに僕今日寝てないっす。もう寝てないやつ。若ピンダサい。夕方からそのまままたつけ麺。みんなつけ麺来てください。真理の試合とかどうでもいいからつけ麺来て。原田アルガ選手の入場です。第2試合、青コーナー安田キッシン選手の入場です。ラインで勝ちませんか。パールカップとかが1個しかないですよ。今付け替えてるんですよ。まだ、こっちからいい。選手準備中になりますので少々お待ちください。選手準備中になりますので少々お待ちください。続きまして第2試合、青コーナー新規選手の入場です。続きまして第5試合、青コーナーガリキング選手の入場です。続きまして赤コーナー吉田愛希選手の入場です。めちゃめちゃええ声やね。第9試合、青コーナー西山トリッキー選手の入場です。これ大丈夫ほんまに。続いて赤コーナー結婚2期選手の入場です。あ、婚約2期、やばい、ミスった。結婚2期って言ってもらった。勝つしかないですね。やばい。はい、ターボさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした。めちゃくちゃ下りましたよね。俺のミスシーンとか撮ってる。あ、なんか婚約2期を結婚2期って言ったりとか。あ、言ってました。あれが抑えてるっすよ、これ。確かに。で、ドクターチェックをドクターストップって言って試合終了にさそうとした。あ、途中ちょっと撮りました。ドクターチェックでタイムストップが入りますが混ざって、そう、その言ったらその台本も何もなかったんで、キングダムさん、次、僕がこの仕事させてくれるのであればちょっと台本の方をよろしくお願いします。あ、しかもそのヒロキングももう適当にやっちゃっていいよみたいな感じやから、いやみたいな。俺格闘技見ないんすよ。
あーまあでも、タバさんそうですよね。だから、なんかその、医者が、なんかこうやって行くことをドクターチェックとか言うことも知らんし。あーまあ、まあ、そうですよね。で、なんかその、リングのあの、審判みたいな人に、あ、こうやって言って、みたいな。はい、はい、言って言って、今言って、みたいな。この状態説明してみたいな言われるけど何を何を説明したらいい？そうですよ、分かんないですよね。俺なりに言っていいんやったら、はい、今試合がストップしてますみたいな、はいはい、なんかここに怪我したんでとかって言えんねんけど、はい、無理やそんな言い方じゃん、はい、まあね、こんな機会なんかないから、うん、まあでもなかなかないですからね。だからこんな機会をくださったことには、キングダムさんありがとうございます。ただ台本お願いします、はい、切実ですよね。もし次やらせてくれるのであればこれからオンシャーメンですからね。そうやね、寝なし寝なしでオンシャーメン頑張ってください。従業員が少ないから今、はい、本日のメインイベント第25試合アウトナーリーチマイルド選手の入場です。続きまして赤コーナージャックポットシンリ選手の入場です。できれば一緒にお願いします。えいえいおーあの試合は前座なんで次のノックオンさんの試合しか見てないからリーチさんにちょっと踏み台になってもらってごめんやけど、会場でもそうやったけどえらい余裕ぶってなんかえ大丈夫な体重の差とかなんかこうちょっと心配してたけどその心配とか全くいらんから絶対悪かったから、逆にだからアホみたいな感じつけ方してみたなぁ思って、もっと手を蹴っちゃうしかないんじゃないかな。最後笑ってたっていうのは俺やろうし簡単すぎる、ポジション変更でいいんちゃうかな思って。キダダン座りや自分で降格していってくれ。リーチさんは練習してますか？練習いりますほらお前名前心理にしてもらうぞ。あ全然全然もうほんまに相手してないから、あのドラえもんは練習してないんやったらじゃあ俺も練習せん。嘘お選手としてはもう何の印象もないって言ったら何の印象もない、ただのキノコやな。俺はお前より確実に今まで努力してきて気合は入ってるから、あぐらかいって足元救われるからな。マジで気ぃつけろ。お座り。わかるか、お前も俺の前でお座りさせてあるから待っとけよ。俺がリーチをボコボコにするから、まあ、皆さん今からの試合楽しみにしといてや。待って、いける。
こっからこっから。本点より延長戦を行います。最終決まった。ラストメインイベント、遠藤さん、次に楽しみにします。どうぞどうぞ。ね、あのシンリーがあのリンクさんに勝ったら次あのキングダムでノッコンさんとシンリーが試合をするというのが流れが決まっているので、ね、あのキングダムの盛り上げてくれるためにもシンリー頑張ってほしいなと思います。まあ、リンクさんも僕あの、ね、あの見たい交流があるんで、まあ、両方頑張ってほしいんですけど、まあ、そうですね、まあ、両方熱い戦い期待します。リースさんが勝ったら、他誰か、誰か盛り上がる選手、全員を見せたいリースさん、あのリースさん。リースさんのセコンドは全員を見せたいリースさん。これは延長なので、熱い声援お願いします。いくよー。Oh, God.
ほんまにすごい、一番盛り上がる。ほんまにな、ほんまに絶対かましいやん。オッケー、かましい、よかった、マジで。逆に、あの、ノッコンさんのできるもん、この興行のおかげやったから、ちょうどよかった。いやいや、みんなのおかげで、そんなに、まあ、いろいろ考えながら盛り上げていこう。これからも、ね、戦っていきたいと思います。はい、皆さん、応援よろしくお願いします。キリラー最後はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なんとか勝ちました。いやー、しびれたね。いやー、よかった。体重差何キロよ。20キロぐらいかな。20キロ差で勝つんやで。で、まあ今回もあのスポンサーさん入ってもらったんで、はい、ちょっとあの会社の説明だけしていきます。はい、お願いします。まず、阪和ホールディングスさん。阪和ホールディングスさん、パーツの前に入ってもらいました。はい、阪和ホールディングスさんは、はい、まあ、あのいろんな会社をねちょっとざっくりで、ちょっとあの会社いろいろありすぎてちょっと分かれへんぐらいの大きい、いろんなことやってる会社、はい、の、 あの社長さんが入ってくれました。よかったら調べてみてください。はい、概要欄に貼っておくんでよろしくお願いします。ありがとうございます。で、この裏のメイン、パンツの裏のメイン、はい、エステート&コー。エステート&コー、はい、エステート&コーさん、不動産の、はい、もう売買とかを中心にやってる不動産業の会社で、うんうん、あのパンツの裏入ってもらいました。メインでありがとうございます。お世話になってます。で、次メインでドン、T シャツのこの大きいのある。おお、うん、大きいの、株式会社前田工業さん。前田工業さん、はい、前回も入ってくれて、うん、で今回 T シャツの表のメインを入ってくれて、もうこれは建設会社の社長さんで、ありがたいです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また概要欄に貼っとくんでよろしくお願いします。お願いします。で、これがまた面白いんだけど、これ裏のメイン、これ誰よ、友達裏のメイン、これ実はちょっとだけちょっと喋らせて、これこれあの DM でなんかめっちゃこう送ってきてくれる子がおってやん、うん、初めちょっとなんかこう言い方的になんかアッチみたいな感じの子なんかなみたいな、心理みたいな感じ送ってくるから俺無視してて、で、まあ、スポンサーちょっと募集インスタでかけた時にまた送ってきて、入りますみたいな、大丈夫なみたいな、まあ、一応返事したらなんかあの僕はもうメインで入りますみたいな嘘やろみたいな、そんなことあるみたいなんで、まあまあ一応話進めて、ほんならほんまに入ってくれて、で、なんか一応会社、建設会社、うん、なんか茨城県でやってるみたいな。茨城県なんや。そうで、建設会社やってんだけど、まあ、会社名じゃなくて、うん、僕の顔の写真載せてください。いや、めっちゃ自分好きやん、この人あの、無色透明、水木くん。水木くん、はい、すごいな。これでも一番インパクトあるよ。いや、すごいすごい、ほんまに俺の背中にずっとこれおるから、心理より目立ってるやんもう会社名はいらんみたいなんで、うん、顔を、水木くんの顔を今回載せて、あの、戦ってきました。一応写しとこうか、はいちょっと面白かった。あ、もうある意味ほんまに一番目だった。確かに。これは確実に。すごいな、サイズも。はい。ってな感じで。で、次。まあ、前回も入ってくれてるハウスランドさん。ハウスランドさん。ハウスランド、あの、和歌山の、うん、不動産の、まあ、賃貸とか売買とかをやってる不動産屋さんで、和歌山で、お家を探すなら、ハウスランド。はい。トネグループさん。トネグループさん。これ最近、全然 YouTube とかもう全く知らんくて。うん、関係なくちょっと出会わせてもらって、ですごい格闘技もともとずっとやってた方で、うん、応援するわって言って本で入ってくれてるけど、あの石垣、まあいろいろやってる方なんですけど、うん、石垣島で、うん、すごい大きいあのリゾート地、うん、あのホテル、ホテルを今建ててる最中で、とんでもない社長さんやとんでもないそうで、あのまあいいよっていう感じで入ってくれた、心よく、はい、石垣でホテルに泊まるならトレグループ、はい、ありがとうございます。前回も神アイテム、前回も入ってもらった、まあ、これはこのアイコス、アイコスね、アイコス折れました、ポキッとポキッと折れました。あ、これもあるあるや、爪楊枝とかな、取るよな。ここでヌックです。ヌック登場、すごい、うんうん、このヌックで刺してピュッてやるだけ。おお、これだけで、これ神アイテムやな。神アイテムです。アイコス中折れした時はヌック、はい、完璧です。はい、で次、前回もまた同様に、ホストグループ、南のホストグループのクレアさん、クレアさん、はい、また入ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。前動画で出てくれた、うん、あの怖い人、怖い人ね、怖い人でもめちゃくちゃ優しい実はな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい大きい店舗で、あの南でホストやってるんで、南でホスト探すならフレア、ありがとうございます。ありがとうございます。これもまた前回同様にヤマテックさん、またやってくれた、ゴリ社長、
すごいな。また入ってくれました。神戸の方で、あの、車屋さんを、うん、やってる社長さんで。あ、ちなみに俺のアルファード打った。うん。打った場所です。動画で出てるな。はい。うん、車を探すなら、ヤマテック。はい、ありがとうございます。完璧でございます。はい、で、おなじみの株式会社、はい、山田工業さん。山田工業さん。ずっとお世話になってます。山田社長。嬉しいな。これもあの、ターボの現場の。現場ね、あの1日部活やって、うん、体験させやつでね、協力してくれた、ターボ等のやつ協力してくれてる現場で働くなら山田工業ありがとうございます、はい、もうこれ何回やるなあかんのこれでね、これ面白いね、うん、これ何ってなるやん、うん、正面よ、うんうん、これただただつけたんじゃなくて、うん、ほんまにまた別々の社長さんやねんけど、うん、入るわって、うん、もうスポンサー入ったるわみたいな、ただ別にもう会社名とか別にそんな宣伝とかもいらんからみたいな、うん、あのちょうどターボの知り合いで、うん、ターボつながりでちょっとやって、あ、ほんならターボの御社名入れときやって言って、ターボの御社名をマジで、はい、入れてくれました。うわ嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。でこっちもターボ&翔ちゃん、翔ちゃんさんなんですけど、翔ちゃんさんやろな、この人は翔ちゃんさんなんですけど、もう別にもう会社とかもいいからみたいな、でもなんか何で行くみたいな、あ、まあ、それやったらもうあのもうターボ&翔ちゃんで行っといてみたいな感じで、もう それだけのノリ、そのノリで、そのノリで、はい、入ってくれました。すごい。こっちに関してはちょっと概要、あ、まあ、御社名貼っとくわ。貼っとくわ。御社名一応貼っとくわ。だけど、まあ、こっちに関しては、あの、もう全然、もうほんまに、もうその場のノリで入ってくれたみたいな感じで。ありがたい。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。いや、最近すごい出会いがすごい多いよ。そういう人ばっかり出会うな、ほんで。で、またこの、あの、T シャツとか、入ってもらってる人は、うん、あの、僕のインスタの個人の方で、また紹介させてもらうんで。うん、よろしくお願いします。お願いします。今回も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。無事勝てたんでよかったです。これをね、皆さんの分背負ったら、うん、俺も倒れられへんし負けられへんから、確かに。次回はまたちょっとヤバい対戦相手になるかもしれないので頑張ります。頑張ろう。また今回も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。